こんにちは、コーデックスプラントのハチです。今回は吉祥寺にある QS プラントさんの植木鉢の販売イベントに参加しました。短めの買い物動画ですが、よろしければご覧ください。概要欄に QS さんのリンクを貼っておきますので見てみてください。 QS プラントさんではネットと実店舗でコーデックスを中心に販売しています。まず店内にある植物から見ていきたいと思います。このグラキリスはへそがあるみたいで可愛かったです。今回は比較的手乗りサイズのグラキリスが多かったように思います。小さめのグラキリスたちです。このグラキリスはスライム型で小さくて可愛いですね。この3頭のグラキリスもかなり特徴的な形をしています。いい形のパキプスを発見しました。丸いフォルムがとてもいいです。枝が伸びたらもっとかっこよくなりそう。こういうパキプスを探している方も多いんじゃないでしょうか。僕もいつかこういったかっこいいパキプスを手に入れたいと思います。200本3回やったら終わりですかね。そうだよね。てかこれだって200本でもさ、この形6万で買えるか分かんないでしょ。いや全然、多分10万近く使うかもしれない。うん、オークションだったら10万近くいったらね。はい、いっちゃいますね。うん、いいよね。出てっかか、うん、あーすごい。普通に形もいいっすよ。13番だ。へえ。すごい。かっこいいよね。かっこいいと思います。うん。めっちゃテックじゃないですか。うん。一部テックじゃない。うん。そうだよね。ちょっとだけって感じじゃないもんね。うん、いいな。あ、これかな。これ。これかわいいよな。めちゃめちゃかわいい。蜂の雰囲気とめちゃめちゃ合ってますね。これいいよね。すげえ、何これ、星みたいに広がってるじゃないですか。なんかなんだろう、タコなのか吸盤なのか分かんないけど、あとこれ斜めに割ってこの感じがいいよね。めちゃめちゃいいな。かっこいい。で自分でなかなかこういう風に埋めようと、そう、横にね、行かない、やんないんだよね。今回の買い物の目的である植木鉢を紹介します。この日は人気作家である中川智春さんの鉢が販売されるイベントということで、オープンの3時間前から並びました。オープンしてすぐに欲しい鉢を確保しないといけないため、動画に映すことができたのは一部の作品という点をご了承ください。中川さんの鉢はネットでも販売していますが、いつも一瞬で売り切れてしまいます。今回はこうやって実物を手に取りながら大きさや雰囲気を確かめて購入できるので、とても満足度が高い買い物ができました。今回購入した植木鉢を2点紹介します。1つ目は直径10センチのボール型の鉢です。合わせやすい大きさと形状で金属のようにも見える色がとてもお気に入りです。2つ目は直径16センチの浅鉢です。これには入れたい植物がすでに決まっていて、安定感のある形状でかっこいい浅鉢をずっと探していました。最近の植物を買うときに考えていることは、いろいろな植物を集めたいという気持ちもあるんですが、賃貸のマンションなので置けるスペースも限られており、本当に気に入った植物を厳選してコレクションしたいという感じです。
植物をちゃんとした鉢に植えてあげるとやっぱりグッと締まるというか雰囲気が出るので、厳選した分かっこいい鉢に入れてよりかっこよくして眺めて楽しみたいなと考えています。本日はこの2点の植木鉢を購入して帰宅します。QS プラントさんの帰りに食べたカレーが美味しかったので紹介します。路地裏カレー侍さんのスープカレーをいただきました。ごちそうさまでした。はい、改めて今回こちらの2つが購入できた中川さんの植木鉢になります。こっちのボール型の方とこのちょっと大きめの朝鉢、この2点ですね。でこの朝鉢の方なんですけど、このグランカクタスさんで去年の10月ぐらいに買ったこのグラキースを植えたいと思ってます。でまだ休眠から開けてないので、あと1ヶ月ぐらいしたらこう葉が生えてこう起きてくれるんじゃないかなと思うので、まあ、休眠開けたらこいつを植え替えたいかなと思ってます。今回イベントに参加したんですけども、やっぱりネット販売ももちろん便利なんですけど、まあ、直接見ながら植物に合うかなとか、あ、こういう作りしてるんだって考えながら選べるので、まあ、かなり満足感は高いですね。なので、まあ、お住まいの地域でその会場まで行ける行けないっていうのもあると思うんですけど、まあ、実物を見て買えると納得感も高いし、まあ、イベント自体も楽しいかなと思いました。まあ、今回のイベント参加で、まあ、欲しいものが確実に買えるように、僕らは開店の3時間前にこう並んでたんですけど、先頭にいた方は、なんと前日の夜10時から並んでたそうです。その並んでた方々と結構時間があったのでお話をさせていただいて、まあ、植物の育て方とか、あそこのショップがいいよとかっていう話をいろいろさせていただいて、結構3時間っていう時間だったんですけど、まあっという間に過ぎてしまって非常に楽しかったです。残念だったのはその方々とインスタ交換しとけばよかったなと思って若干それを後悔してます。今日のイベント報告はこんな感じですね。この植え替える時もまた動画作りたいと思ってます。動画を公開した時には今見ていただいている動画の、まあ、最後の終了画面かもしくは概要欄に貼っておきますので、まあ、そこから見ていただければいいなと思います。で、もしよかったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、今日は以上です。それではありがとうございました。